聞いてよ。悲しいことがあったから聞いてくれない？ねねがちょっと勘違いしてたんだけどさ、いつもね、お風呂でねね YouTube を見るのね。で、何で見てるかっていうと、iPad で見てるんだよ。iPad って防水だと思ってたんだよ、勝手に。そしたらなんか防水じゃなかったらしくて、思いっきり水かけちゃって、つかなくなった。すごいショック。超悲しくない？でね、いつもサイン会とかをね、iPad でやってるからね。大事な大事なものなわけよ、ねねにとっては、iPad って。それを失ってしまったんだよね。これはもう、買わなきゃいかない。データも全部中入りっぱなしのままね、電源はつくんだけど、なんか充電ができない。困ったもんだよ。すぐ治るのかな？水没は治んない？没はさせてないんだけどな。それでもダメ？落としたっていうよりは水かけちゃったって感じなんだけど、それって水没？没ったっていうよりは水かけちゃったって感じなんだけど、可愛い感じなんだけど、ダメか。そっか、iPad が溺れちゃったら一緒なのか。溺れちゃった。iPad っていくらすんだっけ？症状としてはずーっとリンゴマークがね、出てる。バリショック。まさか壊しちゃうとはねねも思ってなかったんだよね。お風呂で iPad 使う人多いと思ってて、勝手に。みんなそういう風にお風呂で楽しんでるのかなって思った。いや、iPad も防水だと思ったんだって。iPhone とお揃いだと思ったんだよね。歌っちゃった。シャワーを持ってね、マイク代わりにして歌ってたんね。シャワー出しちゃったんだよね。今ね、もうね、ああ、もうやっちゃったって感じでね、だいぶ明るく持てるんだけどね、マジ昨日の夜絶望したもん。でもまだワンチャンね、ほら乾かしたら治る希望もあるから、まだめげない。ねねが悪いんだよ、ノリノリで歌なんて歌うから、せめて iPhone 持ってってればね、よかったの。iPhone は防水だよね、確か。iPhone 持ってってればよかったのにさ。でっかい画面でカラオケ見ようとしたからいけないんだよね、ねが。歌っちゃおうさん見ながら歌おうとか思ったからいけないんだよ。ああ。